呉服は日本における織物の故障の一つで、特に絹織物を刺したことから洋服が普及した後に、晴れの衣装となった和服用丹物の故障となり、そこから和服そのものの故障ともなっている。中世日本では、食器の意味から、呉式、呉服と呼ばれ、後に呉服と音読されるようになった。古代中国の呉から日本に伝わった織り方によって、 作られた単物に由来し、綿織物や朝織物を意味する太物に対し、絹織物を意味することして使われるようになった。施設古事園によれば、王神天皇の時代に伝来した。もともとは絹織物の章として綿織物、朝織物の太物と区別されていたが、現在では和服用の織物の総称としても使われている。江戸時代の古服章の看板には、 五福太もの章の表記が見られる。東風俗福つくし五福。洋州地下信歌川国な何は百景。三井五福店1800年代。中井香織滝には百景。松屋五福店1800年代は服に用いられる。織物を使い、日本独特の構造で作られた衣服は、要するに和服であり、その特徴を有する。浴衣や振袖、止め袖に至るまで、 一般的に着物と呼ばれている衣服は、すべてが前開きになっている。人米や寒いといった上下が分かれている着物においても、上着は必ず前開きとなっている。和服を着る際には、必ず右の身頃を肌に重ねた後に、左の身頃をその上からかぶせる形にして、これを、うぜんと呼ぶ。なおその逆、つまり左の身頃を肌に重ねた後に、右の身頃をその上からかぶせる形は、 左前と呼び、死体に死に装束を着せる際の着付け方となる。帯や紐を使って着付けていくという特徴があり、洋服のような着脱に簡単なボタンやファスナーなどは使われていない。蒸気、帯や紐を使って着付けていくために、五服の着付け方なら着丈を自由自在に調節することができるので、基本的にサイズというものが存在しない。デジタル大事線。 2017年12月12日閲覧。日本大百科全書。2017年12月12日閲覧。着物と五服の違い東京、大阪の着付け教室は、花京都着物学院、ハット AB、世界大百科辞典2017年12月12日閲覧。施設古事園。2017年12月12日閲覧。語源由来辞典 2017年12月12日閲覧。石川英介 2009P118. ありがとうございます。